実は皆さんあのこの座談会のですね数日前になりますけれども将棋の藤井さんが藤井八段となりまして新聞の,あのもう一面をですね、まあ、飾っているこう日々が続いているそのさなかなんですけれども、えー、そこで、えー、加藤一文三、えー、元名人がですね えー、藤井さんに対して AI ロボットとそれからあ騎士のですね、えー、対戦ということが、まあ、非常にこうフィジカルな概念において、えー、試されたことはあったけれどもでもこの藤井八段の彼のし,しなやかなのの感性を超えるものではないだろうというような発言を、えー、されたんですね。そそれは私は大変あの興味深いと思っておそらくこののオペラのあの 一つこう本質を語る上でも重要なこうえコネクションがあるんではないかと感じたんですけど志嶋さんその今,のそのえ今までの棋の士とアンドロイドの対決というような単純なそのえどっちがどっちをねじ伏せるかというようなこう論理ではないということなんでしょうね。まず一つは藤八段が 誰よりも AI から学んでるっていうことが一つありますねあまあだから強いっていうのもあるんだけどでも皮膚民が言ってることっていうのはちょっと別だと思うんですね。あのまあ、人間間違うでしょであの、まあ、そこにミスにつけ込むっていう戦い方もあるんだけれどもあの怪我ののみたいのもあるわけですその,あのミスを犯したんだけどそれが相手が全く予期できなくて。うん あの相手を混乱させて、うん、でそこで打開あのしてしまうみたいな。でまあ,あの人間の知性っていうのはあの常にその最適なもの最適なものを目指すだけじゃなくて立ち止まったり迷ったり、うん、あのするっていうことにあるわけですね特徴が。だからあの、まあ、よくほら「ああでもないこうでもない」っていうのがありますけどあのまあ一応コンピューターって あのあれかこれかの世界なわけですよね。ね。一一ゼロ。1> 1ただ、量子コンピューターになると。あ,ね、あのゼロか一だけじゃなくて、ゼロ、うん、でもあり一でもあるっていう状態を作るんですね。で、そのゼロでもあり一でもあるっていうことって、これあれでもありこれでもあるっていうか。うん、あでもありこうでもあるっていう。まあ、状態、まあ、ちょっとニュートラルな状態。方針状態の時の脳の状態みたいな。うん あ,あでもないこうでもない、うん、なんか半分ぼんやりしながらあの視野にふけてるような状態これ単が豊かでね、うん、あ,のあれかこれかはっきりしろって言われたらまだうじうじしてるような状態なんだけどでもそれはどう,うとでもどっちにも転がりうる状態でしょだからクリエイティブなんですね、うん。でそういうういい頭を持ってるっててるののが人間のあの良さで 多分だからあの今後 AI と人間が何らかの利点をあの交換するとしたらあの機械の方は人間かららそういううういもものをあのもらうだろうねアンドロイドと人間は見た目も声も全部全てが違うわけですけどそれを違いが対比されている状態からこう同一化していく状態っていうのを作っていくわけだけどまあ絶対に普通はやらないのは。 アンドロイドと藤木さんが3度で重なってユニゾンで歌うとかっていうのは AI とかテクノロジーとかいった時はあまり人はやらなないことなんですよね逆に AI 的なランダムなメロディーをアンドロイドは歌い人間は綺麗なメロディを歌うってそれはそういう対比こそが僕は結構ありがちでつまらないと思っていてもちろんそれは別個に存在しているシーンはあっていいんだけれどもそのさっき大野さんが最初におっしゃってた。 君ののハートを僕のブレインにみたいなところは逆に3度で重なってでハーモニーもついてでやってることによって綺麗な印象的なメロディーが3度でユニゾーンで歌われてるっていう状態は人々のどっかの記憶にはあるけれどもそれの片方の歌がアンドロイドの声だっていうことで猛烈な違和感を覚えるわけですよねでその猛烈な違和感っていうのが歓喜する感情っていうのが、うん ある種の新しさなんじゃないかなと思うんですなん完全な混沌とか完全な断絶とかっていうことだけじゃなくてこれは聞いたことがあるでも何かがおかしいとか何かが違うっていう状態を作り出すっていうことは結構あのオペラの中で工夫して苦労してますねそれがあれかこれかっていう,そ,う、ね、その探っていくっていう過程になるわけですねだからアンドロイドと人間が別々でもいいでも一緒でもいいっていうだからそれは お,おっしゃる島田さんおっしゃる通り、両方あっていいと思うんですよ。アンドロイドの声っていうのはどのようにして、えー、つけられてるんですか。うん、ちょっと企業秘密なんです、ね、なるほどだそうです。ただ藤木さんの声もの、かなり人間離れしてるんで。はい、<laughs> あの、のピアノ弾いてて。人間の歌手とピアノ弾いて、そう、そことたくさんいましたけど。こんなに人間っぽくない人。いないなと思いながら弾いてたんで。 だから当然アンドロイドとの相性はいいんですよね、うん、なるほどええー、じゃあ藤木さんそれに対して一言いかがですか人間離れして人間っぽくないですよねまあ自分では一応自分が人間のつもりで生きているので <laughs> うん。まあ人間離れっていう表現もいろいろイメージを沸かしてくれるのでそういう意味ではオペラの登場人物としてまあそのストーリーもいろいろあってアキラっていう その役柄のポジションもあるんですけども、人間離れしている歌に聞こえたらいいなと逆に今お話を伺って思いましたけど、カンタテナーの発声法というのもやっぱりとてもその説明しがたいようなやっぱ不思議な部分ってあるんでしょうか。この自分の体のこの生態を使ってそれを裏返してっていうんでしょうか裏声にした状態で。 自己で歌うのとと同じことをしている感覚なんですよねだから全く特別なことはしていなくてもちろん音域も変わるし、まあ、レパートリーが変わるのでだいぶテクニックいわゆるチェンジというんですけどその声の境目といって全レンジを聴きやすいように自然なように聞こえさせるための音域っていうのがその男性いわゆるテノールバリトンとかっていうのとカウンターテナーになるとちょっとそこが変わってくるだけであとは。 レパートリーに合わせたテクニックとか表現方法になるので、何も実は違ったことをしている意識はないです。ただやっぱり、うん、あの演奏効果としては、うん、多分地声で出すよりも裏声で出した方が音量は出にくいはずなんですけれども、意外とこういう広い響きのいい劇場に来ると、 音量とととして小ささいと認識されることでも外にに遠くに届く届場合があるんですね、うんうん、で逆にものすごく密度の高い声だと僕は思っていて密度の高い歌唱ができるようにっていうのにはいつも気にしているし、まあ、そういったカウンターテナンの声の特性を20世紀の後半から21世紀にかけて好む作曲家の方々が出てきてくれてで彼らがカウンターテナンのためにオペラに役をくれる始めた。 ということはまあ僕らにとってもすごくいいことだしで今回すごく新しい形の新作が渋谷さんの手で生まれたってこともよかっったなと思ってます、うん、アンドロイドをこう地球に使わせることになったこうマザーというですねあの大変こうスーパーエネルギーを持ったそしてこの世をある意味でそのこうヒエラルキーの中にですね えまあ閉じ込めることでもってこのお我々の世界をこう支配しているこうえースーパーパワーですね。というものがいろいろな象徴として出てきますそれは自然であったりあるいはえビルの群像であったりですねあるいは小動物であったりあるいはえ数字に表された まあ、アルゴリズムというふうによく言われてますけども、えー、そういうような形になって出たりですねそれがいろいろなところで、えー、私たちをこう支配している非常に巨大なパワーを持ったマザーという存在を、えー、作り出したこの意図というのは、えー、島さんはどういううい感じなんでしょうかまあどの,あの世界にもですねグレート・マザーっていう、まあ、原型的なイメージがあります。まあ、地母神とか あの訳されてるまあ、日本だとまあ古事記のイザナミみたいなもんですね。あのまあ、それはだから、あの豊穣の神っていうか、あらゆるものの母体にな,なる神なんだけど、同時にあの死も司るっていうかね。あのまあ、そういう領義的な。そういうまあ原型イメージっていうのがあります。まあ、だからみんなあの文化が違っても宗教が違ってても。 そういういイメージに割ととらわれてるっていうところがあるわけでまあそれと違うその神あのそれをまあどう作り出していくのかっていうのがまあ一種ののの文化の問題なのかなかと、うん、でまあ常にそういう大きな権力にあのまあ掟とか命令とかっていう形であの抑圧されてるんで必ずそこにやっぱ不満が生じるわけですよね。 まあそれをどうするのかっていうのがこれもう人類の永遠のあのテーマだったりするわけで、うん、まあ一応だからあのそのマザーっていうのは時代が変われば当然あの資本主義っていうことになったりファシズムっていうことになったりまあいろいろなにあの解釈はできるかとは思います。未来の狂った宗教教団のある種の集団的統帥とか熱狂みたいなものが僕の中でイメージにあって。 カニューエウエストっていうラッパーがいるんですね、うん、彼が去年ぐらいからかなあのサンデーサービスっていうプロジェクトに専念し始めててそれはキリスト教会議なんですよ彼の中での。でそれ本当にそこに専念していていわゆる一般的なライブはもう一切やらず、えー、とロサンゼルスとかあちこちでサンデーサービスっていうそのいわゆるゴスペルとかブラックミュージックに会議した形での 集団統酔的なイベントを2時間とか3時間かけてやるってことをやっててそれは非常に面白いというのは結局それはキキリリスストト教教ににしてるわわけけだどけど本当ななのかどうかかうがよくからない何かに神的なものに回帰してて実際自分の昔の曲のラップなんかもするんだけど自分の昔書いたラップの歌詞は今の僕の信仰心とここが違うから。 直したものは直したところを iPhone で見ながらラップしたりしてるわけですよね覚えるよ <laughs> あ,のあまりにもいろいろ違ったんでしょう多分、うん、以前と。うん、でそういうある種のこうキエですかあと信仰心の狂った状態というのが資本主義的に最も成功したラップアーティストに起きているっていうことと今回のオペラっていうのは何かこう符合するところがあると思っていて。 だからそのサンデーサービスのイベントのビデオっていうか YouTube は紀富さんにもリンクを送ったりとかあと羽生さんにも送ったりとかっていうことで僕はこういうイメージを持っているっていうコミュニケーションを取ってるんです今あのお名前が出ました「羽生さん」っていうのは羽生静香さんベルギーブルッセルに住まわれている舞台美術です。 アーティストですねオペラやバレエのですね豚美術家として、えー、いろいろな賞を受けている方で今回あのこのプロダクションに参加してくれることになりました彼女が、えー、いろいろなイメージを縦横、ね、無尽にですね張り巡らせて私たちにいやがおうでもさまざまな視覚的な、えー、イメージの歓喜をこう仕掛けをですね、えー、作ってくれるということになっています。ということで、えー、今回延期をされることになりました。 スーパーエンジェルの作曲家そして台本作家そして舞台装置家そして主人公である藤木さんアンドロイドですね多様な人材をここに集結していただきましてそしてインタビューをお届けいたたししましたそれでは皆さん本当に心からこの劇場でこの新しいオペラをご覧いただく日をですね 待ち望んでおりますそして私たちは万端の準備を整えまして皆さんとこの新しいオペラを共有するひとときを過ごすこれを私たちのこれからの一つの大きな目標として糧としてですね想像に邁進していきたいというふうに思っております。今日どううもごご参加いいたただきままししてありがとうございました